5月12日、公開用の投資戦略アップデートです。今回は1、2017年4月のパフォーマンス。2、新興国は危ういが株は強い。3、ますますドットコムバブル前半にそっくり。こんな感じです。はい、あのー、先月のパフォーマンスが出ました。あでまあ、ゴールデンウィークなのでちょっと今回時間がかかってしまったんですけれども、あのー、永久保有がプラスの 1.95グローバルマクロマイナス0.17、えー、個別銘柄がプラス0.09ということでした永久、えー、保有はこれは素晴らしい成績でしてあの必需品数を、えー、1%近く上回ってますねあの上昇局面では劣吾することが多いんですけれども、まああのー、SP500 などを上回っているのは素晴らしいことだというふうに思います あのえー、成長銘柄だとか酒、バコまあ、あと、欧州通貨の上昇に助けられた面もあるんですが、よくやったというふうに思っています、えー。一方、グローバルマクロ、永久保有の部分に助けられたんですけれども、それでも若干マイナスになりました。あのーまあ、新興国や日本株を、ね、売ってたのが踏み上げられて、その利益を吐き出したような感じですね。えー、新興国は かなりダメダメに見えるんですが、まあ、株は強いのでちょっと参ったなという感じ、えー、個別銘柄かろうじてプラスなんですが、あのー、まあ同じでね、えー、米株ロング、まあ、個別銘柄も含めて非常に良かったんですが新興国売り、日本株売りそしてまあオプションもね、あのー、最後、踏み上げられて利益を消してしまったということでチャラになっています。あのーまあ 1, 1. 何パーセントのしか劣後してないし、負けては、あの、大した損じゃないんですけれども、自分としてはちょっと敗北感でいっぱいの、えー、4月でしたね。まあ、時を取り直していこうというふうに思います。で、その、新興国っていうのは、あの、割と新興国のまずいニュースっていうのが増えてきたんですよね。例えばあの、プエルトリコが破産し、兆円の負債で破産だとかですね、あの、 ベネズエラがもう去年からなんですけれども、えー、まあほぼ経済破綻でまあ、デモが頻発して、えー、4月に入ってからで30何人も死んでるとか、ですね、えー、まあとはアゼルバイジャン国際銀行、まあ、アゼルバイジャンの、あのー、一番大きな銀行なんですけれども、これもなんかデフォルトしちゃって。えー まあ、新興国やばいじゃんと、特にね、その中南米だとか資源国がやばいだろという感じがしています。まあ、あと、あのーえー、え、韓国なんか、まあ、あの、ムン・ジェインさんが、 大統領になったんですけれども、まあこの後に及んで新北朝鮮半米半日の大統領ですから、もう本当ね、財閥解体とか言ってるしまずいなって思うんですけれども、でも、強いです。えー、なぜか株は <laughs>、なぜか、あのー、 まこれは相対指数なんですけれども、米株に対する相対指数で <laughs>、なぜか韓国株絶好調です <laughs>。もう本当に参ったなという感じですね。えーまあ、これを踏まえてどうするか考えていきたいと思います。でまあ、あと、今月会員レポートを出したんですけれども、あのこれですね、1つのテーマとしては、あのボラティリティがです、ね、23年ぶり 低水準まあ1993年ですかね、あのボラティア,アメリカのビックス指数、ボラティリティインデックスが9.7ぐらいまで下がったのが、これも23年ぶりの低水準だということです。で、あの3月のセミナーやレポートで、あのボラが下がって、その、米金利と米株が逆相関する、そして強い逆相関をする、米株と米ドルは 弱いいをするとそれがね、あのー、まだ相関の方は明確な、あのー、シグナルは出てないんですけれども、少なくとも、このボラテリティに関しては、それが非常に近くなってきたかなというふうに思っています。まあ、本当に興味のある人はですね、あの会員になって、バッと読んでみてください。 えーまあ、それ以外にもですね、あのー、マクロン勝利で、フランスは問題先送り、まあ、マクロンってすごい鳩山さんに似てるよね、だからあの5年はダメなんじゃないみたいな、結構ひどいことを <laughs> 書いております。えー、月々に約、まあ、レポート会員さんだと2500円ですね。で、じっくり楽しめますので、ちょっとのぞいてみてください。以上です。